今回はまかないの中華風ミートオムレツの作り方を紹介します。ふんわり卵に粒々のひき肉とたっぷり入った生姜と野菜の食感のアクセントが最高です。その上に黒酢の甘酢あんかけをかけていただきます。それでは作っていきましょう。まずは生姜と人参と玉ねぎのみじん切りを各 20g ずつ用意します。ニラ3分の1束はラップに包み、レンジで軽く加熱してから細かく切ります。こうすることで香りも良く栄養も逃さないで調理することができます。ニラも同じようにみじん切りにしておきます。これで野菜の準備ができました。材料は卵6個、豚ひき肉 80g、 生姜、人参、玉ねぎ各 20g、 ニラ3分の1束に甘酢タレです。甘酢タレの分量は砂糖大さじ4、醤油大さじ2、黒酢大さじ2、水 30cc です。卵は軽く塩コショウで下味をつけておきます。卵のコシを切るようにしてよく混ぜておきます。卵黄と卵白がしっかりと混ざっていたら OK です。中華鍋に大さじ2の油を入れ、ひき肉を炒めていきます。ひき肉は色が完全に白くなるまでしっかりと炒めていきます。肉はしっかりと炒めないと臭みが残るので注意しましょう。全体になるまで炒めます。豆板醤小さじ1を入れます。これは辛みをつけるよりもひき肉の旨味をアップさせる意味合いがあります。次にニラ以外に刻んだ野菜を入れて炒めていきます。紹興酒または酒大さじ1を鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ1も同じようにして入れ、ニラも入れます。水を 40cc 入れます。砂糖小さじ1とお好みで味の素を少量入れます。
胡椒を振りかけます。水溶き片栗粉大さじ2分の1を入れます。香り付けのごま油を少量入れます。できた具は一旦取り出しておきます。卵と炒めた具を合わせてさっくりと混ぜ合わせます。鍋を加熱して油を大さじ2入れます。鍋に油をなじませます。卵を流し込みます。真ん中にヘラを入れ混ぜ合わせ外側を整えます。鍋を煽りながら全体的に火を入れていきます。液体がなくなったら周りからヘラで押さえていきます。そこにくっつかないように少量の油を入れ形を整えていきます。底と側面が固まるまでヘラで整えながら焼いていきます。鍋を揺らしながら均等に熱が伝わるようにして焼いていきます。ヘラを卵の端から軽く入れ鍋を持ち上げながら裏返します。裏面の底も鍋を揺すりながら均等に火を通します。焼けたらそのまま皿にのせていきます。鍋を温め、少量の油を入れ、甘酢ダレを沸かしておきます。彩りに枝豆を入れます。しっかりと甘酢を沸かしたら、水溶き片栗粉大さじ1を2回に分けて入れ、とろみをつけます。このくらいのとろみができたら OK です。卵の上に甘酢あんをかけていきます。これで中華風のミートオムレツの完成です。簡単にスプーンで切って
取り分けて食べられます。中はこんな感じで柔らかい卵にひき肉と野菜が詰まっています。ご家庭で作る場合は普通のフライパンでも簡単に作れますので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。